ラグナロク、ラグナロク、ラグナアック、ラグナアック、ラグナレク、神々の運命の岩、は、北欧神話の世界における終末の日のことである。フルエッタの、巫女の予言、フンディングゴロシとヘルギその二、アトリの言葉、バルドルの夢では、本来の形であるログナール k と綴られ、こちらは、神々の運命と解される。一方、13世紀のアイスランドの詩人スヌスルルソンの、 エッタ、通称、シン、エッタ及び、コエッタの、ロキの口論ではラグナーフは、神々の黄昏れと呼ばれる。スノーリの、エッタでは、ラグナラクアと綴られることもあるが、これも、神々の黄昏れと解される。リヒャルト・ワーグナーはこれをと、ドイツ語訳して、自身の楽劇、ニーベルングの指は最終章のタイトルとした。このため、日本語でも、神々の黄昏れの訳語が定着している。 新、エッタ第一部、ギュルビタブラカシ、第51から53章によれば、ラグナロクが起こる前にまず風の冬、剣の冬、狼の冬と呼ばれるフィンブルベと、恐ろしい冬、大いなる冬の意が始まる。夏は、訪れず厳しい冬が3度続き、人々のモラルは崩れ去り、生き物は死に絶える。太陽と月が、フェンリルの子であるスコルトハティに飲み込まれ、 星々が天から落ちる。大地と山が震え、木々は根こそぎ倒れ。山は崩れ、あらゆる命が巻き込まれ、あらゆる命が消える。ヘイムダルは、世界の終焉を告げるために募ぶへ、ギャラルホルンを預けているミーミルの泉へ向かう。最高神ムヨーディンは、ミーミルのもとへ駆けつけ、助言を受ける。この日には、すべての封印、足かせと今しめは消し飛び、 束縛されていたロキやフェンビル、ガルムなどがアースガルズに攻め込む。巨蛇、ヨルムンガンドが大量の海水と共に陸に進む。その高潮の中に、ナグルファルが浮かぶ。火事を取るのは、巨人フリムである。ムスペルヘームのスルトが、炎の剣を持って進む。前後が炎に包まれた、彼に、ムスペルのコラが馬まで続く。ビフレストは彼らの進軍に耐えられず崩壊する。 神々と死せる戦士たち、エーンヘラルの軍は皆中に身を固め、巨人の軍勢とビーグリーズのので激突する。オーディンはフェンリルに立ち向かう者の,のフェンリルに飲まれて死ぬ。オーディンの息子ビーザールは、フェンリルの下顎に足をかけ、手で上顎を押さえてその体を切り裂き、父のあだを打つ。トールは、ヨルムンガンドと戦い、ミオルニルで殴りつけて倒すが、毒を喰らい合い打ちに終わる。テルは、 ガルムと戦うが、相打ち。ロキとヘイムダルも相打ちに倒れる。フレイは、スルトと戦い前線するも、武器を持っていなかったため打ち倒される。スルトの放った炎が世界を焼き尽くし、九つの世界は海中に没する。戦いの後、大地は、水中から蘇りバルドル、ヘズは、死者の国より復活する。オーディンのコビーザル、バーリ、トールのコモウジ、マグニ、 さらにヘイニルラも生き残り、新たな時代の神となる。彼らはかつてアースガルズのあったイザベルで暮らす。天にあるギムレイという太陽より美しく黄金より見事な広間には天地を滅亡させる炎も届かない。ここに永遠に善良で正しい人が住むのである。さらにホットーミーミルの森だけが焼け残り、そこで炎から逃れたリーブと、 リーブス・ラシルという二人の人間が新しい世界で暮らしていくものとされている。ホット・ミー・ミルの森とは世界中ユグド・ラシルの別称であるとされる。太陽が狼に飲み込まれる前に生んでいた美しい娘が母を継いでその軌道をめぐり、新しい太陽となる。巫女の予言では、まず神々の場所がおそらくは朝焼けや夕焼けによって赤く染まり、 太陽が暗く天候の悪い夏が続くことが語られる。女巨人エッグセールが、アース親族の場所でグリンカムビが、ヘルヘームで、オンドリが鳴く。ヘームダルは、ギャラルホルンを吹き、オーディンは、ミーミルを訪ねる。巨人、フリウムが、東から攻めてくる。ヨルムンアンドも波を立てて迫る。また東の海からは、ムスペルを乗せろキが舵事を取る船がやってくる。スルトは、 南から炎を携えて進む。こうした中で、人々は、ヘルの元へ行くこととなる。オーディンはフェンリルに倒されるが、直ちに息子のビーザルが、フェンリルの心臓を剣で貫く。クレイは、スルトと戦う。トールは、ヨルムンアンドと戦うが、その毒を浴び、急歩を知いて倒れる。やがて太陽が光を失い、星々が消える。炎と煙が吹き上がる中、 大地は沈没する。やがて海中からは緑なす大地が現れる。生き残ったアース親族はイザベルに集まるが、そこにはバルドルとヘズが戻ってくる。ヘーニルもいる。オーディンの二人の兄弟の息子たちがあまね、風の住居に住むと語られる。ギムレイには誠実な人々が暮らす。ニザベリルから舞い上がった黒い竜、ニーズヘッグはやがて沈んでいく。 コエッタのバフスルーズニルの言葉では、白色の巨人、バフスルーズニルとガグンラーズという偽名を名乗ったオーディンが知恵比べをする過程で、ラグナロクについて言及する。その中で、神々の元にいる戦士たちは、毎日戦いあっては戦死者を出し、しかし戦場から馬で戻って和やかに食卓に同席すると説明される、第40から41説。また、ビーグリーズは、 するとと神々の戦いの場だとされる第十七から十八節。また、万神族の国からアース神族の元に移った神、ニョルズが世界の終わる時に万神族の元に帰るとされる三十八から三十九節。恐ろしい冬が人間の世界に訪れても、ホットミミルの森に隠れていたリーブとリーブスラシルの二人が生き残り、人間はこの二人からまた増えていくとされる。 第44から45節、太陽はフェンリルに捕らえられる前に美しい娘を儲けており、太陽の亡くなった後はこの娘が再び天を巡るとされる。第46から47節、オーディンは狼に倒されるが、息子のビーザルが狼の顎を引き裂くとされる。第52から53節、世界を焼き尽くした、スルトの炎が消えた後には、ビーザルとバーリ。 文字と、マグニは生き残っているとされる、第五十二から五十三節。なお、アクセル・オルリックは、ニョルズが万神族のもとに帰るのは、ヘイニルがアース神族のもとに帰ることと対応、なしていると推測している。作者である詩人が、混乱を経た後には、すべてが、最初の状態、場所に戻ると考えていたとしている。ファーブニルの言葉、第十四から十五節によれば、 スルトとアース親族が戦う島はオースコープニルだという。ロキの口論第四第41から42節では、フェンリルが神々の滅びる日まで縛られていること、その日には、ムスペルの子たちがミルクビズの森を越えて、神々の元に攻め込んでくることが語られる。ベグタムの歌、バルドルの夢第14節では、ロキもまた今めを説かれる。グリームニルの言葉では、 戦いの時にバルハラの五百四十の扉から、それぞれ八百人の戦士が出陣する様子が語られる。ロキの口論第五十八節では、狼がオーディンを飲み込むとされ、グリームニルの言葉第十七節では、ビーザルが、父の死の復讐をする旨を宣言している。ミコの予言短編、ヒュンドラの歌は、ミコの予言を大筋でなぞっている。悪天候の中で、海が、天も地も洗い、 雪と強風が襲うこと、第42節オーディンが狼に合いまみえること、第44節が語られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。